だって上野さん考えてるんだよ。はい、高山ラーメンを食べました。ちっちゃいです。なんかあ、でもあの、いや、盛岡のあれは自分が大で読めたから、そうだ、波でしょ。あの時は逆にあの岩手やったか、山形、岩手か、牛乳じゃなくてキムチ納豆ラーメン。これ結構縮れ麺やね。あんたはそう思うかもしれないけど、俺自身が電気あるのにそんなことあるはずねと思って。生田の卵は追加で入れました。なんかね、なんかでちょうどいい、ちょうどいいよ。スープもあっさりだけど少し甘みがある。うん、じゃない。匂いが良かったね。香りが。いや、面白いことじゃないのかな。それともう一つ。ラーメンの麺が、こんな、ちょっと見ると、インスタントラーメンに見える。そうですね。昨日のあの、キムチラーメンに入れてたインスタントラーメンみたいな。うん。でもここ評価 4.2 だったからかなり高いですね。うん、評価 4.2 だったから。当てになる。美味しいな。美味しい。これ何じゃと思ってよ。びっくりした。中華料理でしたね。何？中華料理。あそこカードよ。カード。中華料理。中華料理で。何年？やっぱり例えば入るでな。食べてくるで。ダメやな。あのただ。ラーメンだ。ラーメンだってやつばっか。ダメやな。ダメやな。中華そばでな。いいやね。あそこの。そういえばさっき飛騨古川で恋の話してたおっちゃん、結構なんか何言ってるかちょっと通じにくいところがあったんですけど、あれは方言でしょうかね。あの地元の人、うん、それはダメ。確かにちょっとなんか語気が強いというか、なんか怒ってんのかなっていう。いや、あの最初あのおっちゃんがね真似してたよ、うん、YouTube の説明の。それを自分が途中で真似して言ったんです。だから笑ってた。中華そばと高山ラーメン違う。人の肌やフラーメンに入れて行ってくるんですよ。ですよね。和歌山もそうじゃない。和歌山ラーメンって中華そば屋であったからです。俺も怖くて中華そばとラーメンとも。そんなんやってるとかいいやけど。あれま。ラーメンもね。そうめんが、そうめんが売ってる。そう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 。うん、ラーメンもね。そうなんだ。中華そばは麺が遅れてチリチリなの。そうそう。あ、そうなんだ。田中氏の教えだけど。違うよね。田中氏のバカ友達。さっき市長さんも言って。市長ちゃうわ。いや、怒れだけど。市長になってからは初めて市長。ってことはここ高山ラーメンじゃないってこと？
だからいいんじゃないですか。うん、